イランとロシアの関係、イランとロシアの関係は、公式には1592年に、当時のサファビー長との間で取り結ばれた外交関係に始まる。以降、相互の関係は一時は緊張し、一時は穏やかなものであり、様々な変動が見られた。18世紀半ば、サファビー長が弱体化してガージャールアー朝に変わると、イランロシア関係は活発化した。 ガージャール・朝は早期に国内の混乱で消耗し、相互に対抗する植民地勢力がこの地域に対する安定的基盤を求めて急速に浸透するようになる。ポルトガル、イギリス、オランダがペルシア湾においてイラン南部及び南東部の派遣を争う一方、ロシアはイラン北部での優位確率のために南下しており、ロシア帝国の北方での地位は挑戦を受けることのないものであった。 内政に苦しむガージャール・アサは、北方から迫り来るロシアの脅威に対して立ち向かう、困難を認識する。弱体化し、破産状態にあるファトフ・アリー・シャーチカのガージャール・アサは1813年、有名なゴレスターン条約への調印を強いられた。の改革もイラン北境を安定させることに、失敗。続いて、トルコマンチャイ条約の締結に至る。 西北国境における二次にわたるイランロシア戦争第一次第二次トルコマンチャイ条約及びゴレスターン条約によるロシア帝国の継続的な南下さらには1823年のアッパースミールザーの旧姓大宰相の暗殺が加わりイランはロシア帝国の前に中央アジアにおける伝統的な地盤を創出したロシア軍は百四十九年に アラルカ沿岸を制圧、1864年にはタシュケント、1867年にブーハラ、1868年にサマルカンド、そして1873年にはヒバを落としてアムダリアに至った。におけるガージャールアサによるホラズムの活動によって、新興大国ロシアのイランへの侵食は完成に達した。19世紀末までにはロシアの勢力は、 タブリーズ、ガズビーン、その他多数の都市がロシアに占領されたと言われるほどに慎重。テヘランの中央政府は自国の閣僚をイロ領事館の承認なしに占任することさえできない状況に置かれた。例えば、モルガン・シャスターは宮廷に対するイギリス・ロシアの圧力のもとに辞任を余儀なくされている。シャスターの著書、ペルシアの窒息はこのような状況における。 諸事件を詳細に述べ、イギリス及び、ロシア帝国を厳しく批判する。さらに1911年のロシアによるマシュハドノへの砲撃、ウラディーミルリアホフ大佐による国民議会砲撃などの諸事件によって、イラン全域での広範な反応感情は最高潮に達した。イランの至るところに現れるロシア帝国のプレゼンスに、 対する広範な抗議活動における一つの結果が、である。の指導する反乱は、最終的対立に至ったが、1917年の、ロシア10月革命で中断することにしかし、ロシアのイランに対する関与は継続。1920年に設立された短命のギーラン、共和国、続く、マハーバード共和国のような試みがあった。マハーバード共和国は、 ソビエトロシアのイランにおける共産主義共和国設立の最後の事例となる。1941年第二次世界大戦が勃発すると中立を求めるイランの意向を無視してソビエトロシア及び英国は侵攻を開始した。1945年7月6日ソ連のロシア共産党中央委員会はソビエト領北部アゼルバイジャン現地のソビエト軍司令官に 電報を発し、次のように指令していることが明らかになっている。イラン国家内の広範な勢力を結集し、民族自治のアゼルバイジャン地域を形成する予備的作業を開始せよ。また同時にギーラーン、マーザンダラーン、ゴルガーン、ホラサーンにおいても分離主義運動を立ち上げよこの指令に基づいて、イラン進駐が行われたが、第二次世界大戦の終結により、イランを取り巻く。 政治的状況におけるアメリカ合衆国が優位に立つ時期が始まった。冷戦の発生とともにアメリカはイランの反共ブロックへの引き込みを急いだ。これにより年代の長期にわたるイランに対するロシアの影響力は終焉を見たのである。イランイラク戦争期にあってソビエト連邦はサターム・フセインのイラクに大量の通常兵器を供給した。ルーホンラー・ホメニーは ソ連の共産主義の理念をイスラームとは、原理的に合い姿ないものと考えて、世俗的なサッダームをモスクワの名友とみなしたのである。イラン・イラク戦争後、特にソ連の没落により、テヘランとモスクワの関係は外交においても、経済においても、急速に緊密化。時を置かず、イランはロシアからの兵器購入さえ始めるようになる。1990年代半ばまでに、 ロシアはイランの核開発計画の作業を継続し20年近く遅延していたブーシェフルの原子炉プラント完成を計画に同意しているこの見返りとしてレバノンやパレスチナに見るようにイスラーム諸国民の擁護者を辞任するイランは領事チェチェン戦争におけるチェチェン人へのロシアの暴力非難については大部分沈黙を守っている2005年にロシアは イランの貿易相手国として第7位であり、イランの全輸入の5.33%をロシアが占めた。両国の取引総量は10億米ドルを上回る。アメリカ合衆国及び欧州連合とイランの対立が拡大するにつれ、中国イコールロシア同盟の側に引き寄せられつつあることをイランは自覚している。さらにイランはロシア同様に トルコの地域に対する野心及び何らかの形での反、強力主義の潜在的拡散に疑いの目を向けている。ロシアとイランは中央アジアにおけるアメリカ合衆国の政治的影響力の拡大を抑制することに共通の利害を持つ。この結果、イランは2005年には上海協力機構オブザーバー国となった。中国とロシアの主導する上海協力機構への参加は 1979年以来イランが有した外交関係でも最も広範なものと言える。しかしながらテヘランとモスクワの絆の硬さは未だに試されたことはない。ロシアは西側との経済関係への依存傾向をますます強めており、テヘランとの関係を抑制しようとする西側の圧力に耐えて脆くなっている。また、 イランもブーシェフルの原子炉建設計画終了の際に、ロシア側の度重なる作業地帯に不満を表明、また、カスピ海論争の際のロシアの姿勢にも不快感を示している。専門家の多くは、ロシアイラン関係は、固形的ではないと考えている。軍事的には、イラン空軍が完全に西側諸国機から構成された、革命前とは異なり、欧米の経済制裁継続により、 現在イラン空軍、民間航空機ともに、ロシア製航空機の割合が増している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。